もう本当に丁寧にしっかり出しとってへぇ落ちた美味しさに落ちたこれ先に言うなよーキラー新しいパターンということでだねゴイさんはいどこですか次はあなたにはいぜひとも食べてほしい、いや、飲んでほしい。え？牛から出た出汁を出して牛汁を食べてください。あーへー、やっとお昼、お腹すいたー。俺も腹減った。なんてお店なんですか？満腹食堂です。満腹食堂。はい、映画のロケ班とかでスタッフといろいろ回るのよ。はい、もう南も中部も北も、はいはい、でその時にスタッフがここの牛汁うまいっすよって言って入ったらもうスープ飲んだ瞬間に YouTube って思った。へえ、そんなですか。うん、満腹食堂も南城市の中にあります。はい、南城市大きいので逆にこう内陸の方に行ってますよね。さっきずっと海側にいたので我々は。はいはい、そうですね、東海岸。はい、ここですか？そう、到着到着。じゃじゃーん。うわー、ほら汁物見て。人気ナンバーワン、牛汁、アヒル汁、馬汁、ヤギ汁、バジルっていうものかな、それとも馬汁か分からんけど。バジルだとややこしいでしょ。ややこしいか。パスタみたいになるやん。そうだな。ちょっと待って。いいかこれで。はい、寡黙なお父さんがふと見える優しさ。あるぞ、ほら降りるとき、足元注意しろよ。つば出てくる、見て牛汁、人気ナンバーワン、当店ダントツナンバーワン、一度食べると癖になる美味しさ、こちらです。じゃあ行こう。これがうまかった。ぜひ。お腹すいた。押した、押した、殺した。石垣島でさ、はい、俺が牛汁紹介したじゃん。はいはいはい、石垣島での感動を再び。へえー、くらいうまい。でも牛汁がここうまいねんってあんま聞かないですよね、うん、その沖縄本島とかで。そう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 、那覇であんま牛汁って聞かないよね、うん、で石垣でへえと思ったら、うん、この南城市の満腹食堂もあったから。へえー、汁物配達します、えすごくない？20食より、うん、だから会社さんとか。そう、おっきい土鍋で食うんじゃない。俺もよく映画の撮影で汁物とか差し入れしたんだけど、はい、この前も、はい、もうやっぱ大きなこの鍋で食う、でっかい、ドーンって。そう、そこに中身汁がたっぷり入ってて、はい、でこういうなんかプラスチックの丼に入れてスタッフがみんな食べる、多分その形式だと思うけどな。で後から返すか取りに来てくれるのか。当店ナンバーワン。伝えられないこの気持ちが辛い今。うん、だから早く俺の中では想像してるんだが、お前が「えマジっすか？うーまっ、めっちゃうーまっ！」こら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 っていうのを早く楽しみにしてる、はい、いやそのなんか誇張がすごすぎません？ちょっと抑えてる方だぜこれ。本当ですか？うん。来たぞ、電波。失礼します。お待たせしました、牛汁ですね。勝った勝った、勝利の牛汁来た。ありがとうございます。ありがとうございます。ガッチサビタン、サビタン、サビ、あ、違う違う、あ、じゃあもう違う違う違う、間違えた間違えた、こっちサビろ、こっちサビろ、サビろ、サビろ。いや、こう行きたい、直で行かせてもらいます。え、そんなんすか？うわ、おかえり。
どうぞ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 。おいしい。もう本当に丁寧にしっかり出しとって、一回スープだけ飲んでみて。もう俺一回食べたから、あなたの笑顔が見たい。本当ですか？その笑顔が見たいから。こっち食べろ。いただきます。うまっ。それそれ。でもそれそれ。結構出汁やし、あの大根の感じ。帰ってきたことないですけど、お帰りって言われてる感じしますね。しっかり牛の出汁が口の中で暴れ回る。あんまうまー。なげ、肉食って肉食って肉肉。米行きたい気持ち分かるよ。肉じゃ一回シルッとの米行こうか。もう黄金のペア。あーうまかうまうま。絶対うまいやつ。牛丼ですこれ。うま、贅沢牛丼。これがうまいだよ牛が。もうさ、牛肉たっぷりだよ。こんなでっかいの。すごはい。よもぎがね、苦手な人は別添えできるんで。しかもこれさ、はい、もう中さ、これ取ってもらったら分かるけど、はい、もうさ、見てこのお肉だらけ。すごいな。ほら、うわ、もうお肉いっぱい入ってるのこれ。骨付きなんですか？うん、骨ない。あ、え？いただきます。柔らかい。お肉離れ良くて、この牛の出汁がお肉の中まで染みてて、これをもうバウンドバウンドバウンドで。今幸せの絶頂です。待てカタカタカタってなったけど、なんで？幸せの絶頂です。うん、幸せの絶頂ですね。もう肉がね、すごく噛みてくれるの。あとちゃんと熱くないですか、汁。熱。やっぱこれね、お互いね、あ、同じステージに立たせないと失礼、コンビは。あ、はい、同じステージです。熱いですよ。トリオ、トリオです。何それ。いつもの流暢な食レポどこ行ったんですか。うまっじゃないですよ。美味しい、これ。これですね。うん、ちょっとずれてる。いただきます。何です？一番うまいかも、牛肉で。出た。うまっ。でも言いたくなるぐらい感動あるでしょ。感動しかない。これマジでうまいっすわ。だから連れてきたかった。クオリティ高いし。高すぎる。この柔らかさ。しかも肉も安っぽくない。うわっ。いやもう飲んだら白米いきたくなるから。そうなっちゃう。でまたスープ入れたくなんない。もう一回来たいでしょ。もう行きたいっす、うん、いいっすか。じゃあつけて。うわうま。柔らかいんだよお肉が。歯がいらねえと思うもんね。抜きますわ歯。でもだってこの牛汁食べるために、うん、事前に歯を抜いてから来たい。あ、じゃあ歯医者予約しておきましょうか。冗談です。古来から伝わっている冗談です。なんか、うわー、これマジでうまい。落ちた。美味しさに落ちた。マジで肉の量すごいっすね。めっ
っちゃ腹いっぱいになるね。めっちゃ腹いっぱいになる。これね、1100円だったら払おうって思うよね。なんかむしろ僕ら今2人で腹いっぱい食べてるじゃないですか、うん、この後の撮影居酒屋なんですよ。これ大変になるぞ。ちょっとでも今巻いてるじゃないですか、うん、走ろうかな。まあ8月で入ってしまう。にまた水溜まる。内臓系の肉なかったら俺何かの汁と勘違いしてる。ありました。でも車の中で肉の内臓とか入ってるっていう部分があったらそこはつまんどいてください。エディターに指示お願いします。ガッチーサビタ店名通り満腹食堂でございます。満腹です。あの電話でさえもちょっと苦しいと言っております。皆様肉の量をなめないでください。そして出汁の味絶対に間違いありません。とても美味しいので、もう俺は今高校で部活やってます、中学で部活やってます、大学でもやってますっていうわんぱく男子はぜひともここおすすめ。ご飯おかわりしちゃえ、満足しちゃうから、うん、満腹食堂であり満足食堂でございました。ということでまた美味しい店を紹介したいと思います。アジア、これ俺動くここに入れてつけちゃうため。あ、いいですよ。つけれる。止めるよかった。ここ、あ、ほら、いっぱいあるけど。毎回動くたびにこれ絶対目に入るじゃん。ここいいですか？いいよ。ほら、絶対ここいいってほら。これ。いや、いいっすね。最高。ありがとうございます。